魔法の鞭小川未明北のそのまた北の海には氷の山が光っていましたそこに魔法使いの子供が遊んでいましたはあ 退屈だ。何か面白いことはないものかな。と言っていました。するとそこへくたくたになった白ロクマが現れて。あなたはこの海の王様のお子様ですか と聞きました「そうだ私は王子だ」「お前のその傷はどうしたのだ?」「人間にやられたのです」と白ロクマは涙をポロポロとこぼしました。 かわいそうに、何かいいお薬はないものか。と、王子は海の底からいろいろの草を取ってきました。そうしてそれをもんで傷口につけてやりました。海の王様のお子様、 私はもうダメです。どうか私の仇を取ってください。と白熊は頼みました。そんなことが私にできるだろうか。ええー、できます。あのお星様のお力を借りてきます。 そう言って白熊は手を合わせて青光のする大きな星を拝みました。まもなく白熊の姿は海の中に飛び込んで見えなくなりました。白熊は銀の無知を持ってきました。 王子様、これは魔法の無知です。これを持ってお出かけください。それでは、私は人間の住む国へ出かけよう。お前はお家へ帰れ。と、海の王子は言いました。白熊は、 一声吠えて氷の山を越して行ってしまいました。私は子供の姿に化けよう。と海の王子は言ってピカピカした無知を三遍振ると青い服を着て赤い帽子をかぶった かわいい子供となりました。私を向こうの岸へつけてください。王子がまた鞭を三遍振ると、向こうから氷の塊が流れてきました。そして王子の足元に止まりました。 それに乗るのだな王子はその氷に飛び乗りました氷の塊は矢のように暗い海を走っていきました向こうの岸に着くともうそこは人の住む村でした 雪が積もり、風が寒いので、どこのうちも戸を閉めて、しんとしていました。その中で、ただ一軒、窓から明かりの漏れるうちがあります。トントンと、誰か戸を叩きました。 今頃誰だろう太郎さんと雅子さんは机に向かって勉強をしていましたが耳を澄ましました。こんばんは、こんばんは、と呼ぶ声がします。二人は戸を開けると 青い服を着て赤い帽子をかぶった子供が震えていました。道に迷ったものです。どうか助けてください。と言いました。それはお気の毒です。さあ、早く入って。 日にお渡りなさい。と、家へ入れて、親切にいたわりました。お母さんが病気で、何もないけれど、お腹が空いたでしょう。と言って、まさこさんは、ご飯を持ってきました。さあ、 こちらへ来ておやすみなさい」と太郎は自分の寝床の中へ寝かしてやりました夜中に王子は目を覚ましてみると兄弟は薄い一枚の布団に縮こまって寝ていました ああ、世の中に、こんな親切な人があるか、と思いました。夜が明けると、王子は、お母さんのご病気を、治してあげましょう。と言って、銀の鞭を三遍振ると、 お母さんはすぐ立てるようになりました。みんなは、まあ、と叫んで夢かと喜びました。この間に王子はいとまごいをして出かけました。 あの優しい白熊を傷つけた漁師はどこにいるのだろう。私は白熊に仇を取ってやる約束をしたのだ。人がみんな太郎さんや雅子さんのように親切なら、私はいつまでも寂しい北の海へは帰りたくない。 と王子は思いました雪がどんどん降ってきて歩く道をうずめました風が吹いてきて目を開けてはいられません王子は困って大きな木の下に疲れて休みましたこれから どこへ行こうかなと考えているうちに眠ってしまいました。この時、向こうから一人の年をとった漁師が鉄砲を担いでやってきました。王子を見て、どこの子だろう こんなところで眠っている。かわいそうに、道に迷ったのかもしれない。だいぶ疲れているようだ。と言いました。そしてそばへ寄って、もしもし、眠ってはだめだ。風邪をひくから、 起きなさいと揺り起こしました王子は目を開けてびっくりしました漁師だなあと思いましたしかし漁師は優しく「こんなところに寝ている」と。 熊に食われてしまう。と言いました。おじいさん、その熊は白い熊ですか黒い熊ですか白い熊だって熊はみんな黒いものだよ。 と言って、おじいさんは笑いました。王子はこの言葉で、優しい白熊を撃ったのは、このおじいさんではないことがわかりました。おじいさんは、白い熊を見たことがないのですね。まだ、見たことがないよ。 黒いクマは、悪い奴ですかと、王子は尋ねました。この山に住むクマは、それは悪い奴だ。もう二人も三人も食われたのだ。ここにいると危ない。さあ、わしの小屋へおいで。 と言って、漁師のおじいさんは、王子を森の中の小屋に連れてきました。おじいさんは、枯れた松葉や袖を炉にくべると、ぱっと火が燃えついて、部屋が暖かくなりました。王子が辺りを見回すと、 窓のところに大きな熊の皮がかかっています。この皮、どうしたのですかと王子は聞きました。それは、わしが仕留めた熊だ。と、おじいさんは答えました。 なぜ、こんなところにかけておくのですか他の悪い熊を怒らせて、ここへおびき出すのだ。熊は、冬は穴の中に入って眠るものだが、この山に住む熊はいつでも出てくる悪い奴だよ。 おじいさんは、お餅を焼いたり、鳥を焼いたりして。さあ、お食べ。この鳥は、山鳥だ。美味しいから。と、親切にしてくれました。ふいに、すぐ近くで、ものすごい、 狼の鳴き声がしました。窓から覗くと、狼が林の間を抜けて駆けてきました。美味しい匂いを嗅ぎつけてきたのだな。おじいさんは鉄砲の狙いをつけて、ズドンと一発離すと、先頭の一匹は、 コロリと倒れました。そして、あとの二匹は逃げていきました。どうだ、わしの腕前は。と、おじいさんは笑いました。王子は感心して、ごちそうを食べていると、おじいさんが、 慌てて立ち上がりました。今度は牛ほどもある大きな黒いクマが小屋をめがけて駆けてきたのです。おじいさんは鉄砲でクマを狙ってズドンと放ちました。けれども手元が狂ったのかクマは ますます怒って窓に手をかけるとメリメリと壊してしまいました。クマはおじいさんに飛びつきました。それと一緒に王子の手から銀の鞭が光りました。クマはおじいさんに飛びつきました。 おじいさんは、後ろに倒れました。この時、王子の握っていた銀の無知が、ぴかりと光って、熊を叩きますと、熊の体が、痺れてしまいました。さあ、早く、おじいさん、お逃げなさい。 王子は言いました。おじいさんは起き上がって、熊を担当で刺そうとしました。おじいさん、この熊を殺してはいけません。私は海から来た魔法使いで、人間ではありません。この銀の無知は、 魔法の鞭です。早くお逃げなさい。これを聞くとおじいさんはびっくりして逃げ出しました。王子はすぐに熊の魔法を解いてやりました。熊さん、僕は 君たちの味方なのだ。人間は鉄砲を持っているから、むやみに戦をしても叶なわない。早く山奥へ帰るといい。と、王子は熊を悟しました。熊は怒って、 王子に噛みつこうとしました。王子が鞭をあげると、熊の体はまた震えて、すくんでしまいました。お前は、まだ私の言うことを聞かないのか。と王子は怒りました。王子様、 どうぞお許しください。人間と戦をするのをやめて、山奥へ入ります。と、熊は言って、立ち去りました。おじいさんは、どこへ行ったろう。と、王子は一人で、炉に袖をくべながら、おじいさんの帰るのを、 待っていました。そこへ、おじいさんは、顔の色を変えて、やってきました。そして、大変だ。海賊どもが、お前を探している。お前の持っている、銀の鞭と、首にかけている首飾りを、 狙っているのだ。お前こそ、さあ、早く逃げなさい。と言いました。しかし、王子は少しも驚きませんでした。おじいさん、ありがとう。あなたは、危ないから、ここにいてはいけません。 私は大丈夫です。と王子は答えました。海賊どもに見つかったら私も殺される。私は逃げよう。と言っておじいさんはそこそこに逃げていきました。 日が暮れると月が出ました。月が研ぎ澄ました鏡のように咲いていました。その光は外を明るく照らしました。向こうでかやかやと物音が聞こえます。来たな。 王子は魔法の鞭を握りました。そうして月の光で透かしてみると、それは海賊どもではなく、熊、猿、狼、ぎなどが大勢でこちらへやってくるのでした。王子は喜んで、 踊り出ました。月の光は地面の上を照らしました。そこへ集まった熊や狼やうさぎ猿などが王子を取り巻いて踊りを始めました。王子は赤い帽子をかぶり、 手に持った銀の鞭を振っていました。どこで見たものか、海賊どもの一人が王子の首にかけた宝石の首飾りを取ろうと思ってやってきましたが、このありさまを見てびっくりしました。あの子供は、 人間ではない。と言って首をかしげました。しかし、あの首飾りだけは欲しいものだ。仲間を呼んでこよう。と言って海賊はピストルを握りながら駆け出しました。王子は獣たちに さあ、みんなと別れだ。早くみんなは山の中に入るがいい。と言いました。獣たちは王子に別れるのを悲しみました。おー。と、狼は泣きました。 コン、コン、と、きつねも泣きました。みんなは、王子を山の下まで見送りました。そうして、王子の姿が向こうに消えるまで見送りました。王子は海辺に出ました。そこに船があったので、 それに乗りました。疲れていたから、ぐーぐー眠りました。目が覚めると、人声がします。あたりを見回すと、それは、海賊船でした。王子は驚きました。 海賊どもはまだ知らずにいます。なんだか自分のことを話しているようです。ひょっとすると、白熊を撃ったのは、こいつらだな。と王子は思いました。王子は銀の鞭を振りながら、 海賊どもに近づきました。あこいつだ。と、海賊の一人は目を見張りました。海賊たちは手にピストルを握って立ち上がりました。そして、お前は何者だ と言いました。お前たちこそ何者だ。と王子が言いました。王子は笑いながら、これをお前たちにやろう。と言って首飾りを外して投げてやりました。海賊どもは 宝石の首飾りを拾おうと喧嘩を始めました。喧嘩をするな。それは白熊を撃った者にやろう。と王子が言いますと、中で一番強いやつが、俺が白熊を撃ったのだ。 と言いながら首飾りを奪って自分の首にかけました。するとたちまちその男は白熊になってしまいました。王子は白熊の仇を撃ちました。 おしまい。